何してたんだっけな。そうだ、あのガキどもを始末するんだった。早く行かなくては。よし、これはこの辺でいいかな。お、時矢、来たんやね。あ、レイじゃん。さっきまで何してたん？あ、うん、ちょいと編集してただけだよ。それがどないしたんや？あ、うん、誰か来たかな？って思ったら時矢だったってだけだよ。あ、完全にインターホン鳴らすの忘れてた。ま、時矢なら何の問題もないから別にいいけどね。あ、そうだ、時矢に聞きたいことがあるんだった。ん？なんかあるんか？時矢の能力ってさ、何の能力でも自分のものにできるんか？まあ、何の能力でもってわけでもないけど、ある程度の能力は吸い取ることはできるよ。じゃあ、ユリナさんの能力を吸い取ることはできる？いや、できないね。簡単に言えば、ユリナの能力を吸い取ってしまうと、ほぼ、確実に僕は死に至る。え？そうなの？簡単に言えばね、ユリナの能力を吸い取れば、ほぼ確実に僕は完全に死に至る。あのさ、心の声聞こえてるんだよ。ごめんて。でも、確率的には 80%90% は死ぬ。それじゃあ、2割ぐらいは生き延びるってこと？計算が合えばね。でも、運が悪ければ、僕の存在、もしくは身内までもが消滅する。待って、それってもしや。察しがいいねレイ、そうさ。この世界、運が良ければ幻想郷すべてが、天変地異が起こり、破滅する。だから他のみんなに託したんだね。その通りだ。はっ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 は、その話、聞かせてもらったぜ。待って、ここで戦闘するの？多分ね。拳銃？マジかよ、ユリナさんや。ふ、私の目的はただ一つ。シキトキヤ、お前を殺すことだ。と、トキヤ。ユリナ、交渉しないか？交渉？僕の命と引き換えに、その子を話してくれねえか？ちょ、トキヤ、いきなり何言って。ほう、お前自身の命より、このガキの命を優先するか。いいぜ、来いよ、トキヤ。待ってトキヤ、考え直してよ。レイ？すまん、言うこと聞いてくれ。おとなしく来たか。当たり前だろ。こんなとこで、男見せなかったらどうするって話だよ。素敵な最後の言葉だな。シキトキヤ。お前はこれで、終わりだ。なぜ？私の血が。簡単な話ですよ。ユリナさん、あなたが発砲した時に、昨夜さんに時を止めてもらい、拳銃をあなたの方向に向けたんですよ。な、そんなことが許されるかよ。もちろん、エイキさんや昨夜さんの協力を得てます。ぐ、そんな嘘に騙されてたまるかよ。そうですか。だったら、昨夜さん、エイキさん、出てきていいですよ。まったく、こっちは恐怖でしかなかったわよ。さてユリナ、この始末、どうするかしら？寝たいことを言うようであれなんですが、やっと出番ですか。小坂ユリナ、刑はどうしようかしら。おい、そんなのイカ様だろ。イカ様じゃないですよ。それに、レイナたちだっているんですから。で、レイナ、だと、気絶しましたね。それじゃ、運んでください。ここがお姉ちゃんが働いてるとこなの？そうだね、ここで普段働いてるよ。ああ、ユリナ、その子が昨日言ってた子かな？はい、この子がレイナです。お姉ちゃん、この人怖い。はは、大丈夫、時期になれる時が来るよ。そうですね、時期になれるよ、レイナ。わかった。それじゃ、帰りにレイナちゃんのシフト表を渡すね。はい、わかりました。お姉ちゃん、これってどうすればいいの？それはね、部長さんに持って行ったらいいと思うわよ。そうなんだね、でも、レイナ、どうしたの？お姉ちゃんも、一緒に来てほしい。そうなのね、じゃあ、一緒に持って行きましょうか。レイナ、帰ったわよ。レイナ？レイナ？どこにいるの？レイナ？嘘よ。
そんな、レイナがいないなんて。レイナー。なんで、なんでだよ。レイナ、なんでいなくなるんだよ。そうだ、最近になって嫌なことが多いから。気に食わん人を殺すか。うん。変な夢だったな。しかし、どこなんだここは？あ、ユリナさん。待って、この声って。ユリナさん、おはようございます。ユリナさん。レイナ。ユリナさん。今。レイナ、おいで。はい。部屋の片隅で容易な刃に触れて、下から血を眺めていた一人静か黄色の記憶にすがり泣いていた。孤独を嫌うこととは違う、ひとつ血が涙重ねわからない。ぐしゃぐしゃの汚れゆく私に鮮やかな思い出が胸を刺してゆく。部屋は冷たくて少し広くなり、咲き誇る花。